ラジオはさあやっていきましょう。ラジオっぽい何か第3回目。今回のラジオの内容では、とある商品を紹介したいと思い、撮りました。その商品というのはこちら、画像出てるかな、今。午後の紅茶、ホワイトショコラミルクティーというわけでね、画像出えへんかもしれへん。期間限定の商品で、なんか多分出たばっかりなんかな。見た瞬間、甘党の私にとっちゃ欲しいって思って、まあ買いましたよね。で、もう見た目上の問題からしたら、他のゴゴティーと比べて、高さが一緒なんですけど、細いんですよ。そう、スタイリッシュなペットボトルなんですよ。だから、そうですね、内容量もちょっと少なくて、普通の午後の紅茶が、500ml 入ってるのに対して、うるせえなラインが 500ml 入ってるに対して、あれ、今回その飲んだ期間限定午後の紅茶ホワイトショコラミルクティーは内容量が350か330かなんかそれくらいやったんすよ。だからね、たくさん飲むにしてはちょっとお財布的な問題がね、それと普通の午後の紅茶ミルクティー飲んでる方がマシじゃねえかっていう、はい、そんな感じでした。ただ味の問題としては普通に美味しかったです。はい、やっぱね、値段が他の紅茶と他の午後ティーと一緒の値段で、なおかつ内容量を少なくしてるだけあって美味しかったです。見た目はミルクティー、午後の紅茶ミルクティーよりちょっと白い感じで、味はなんかそう、白すぎるから、うわ甘いんやろなって思って買ってみたんですけど、そんなうわ甘っていうほど甘くはなくて、なんて言うんでしょうね、砂糖の少なめ控えめ生クリームを飲んでる感じ、わかりづれえな 音、何これ、はい、そうですね、そんな感じでしたね。なんか匂いとかもふわって甘い香りがしておおってなったんですけど、飲んでみたらそんなうわ甘ってほどでもなかったですし、結構美味しかったです。はい、ただね、値段がね お値段の方が、なんか飲んだことある味なんですよ。で、たぶんなんか、経験したことのある感じの味というか、そんな感じだったんですよ。だからね、期間限定なんでね、まあ、よければ皆さんもぜひ買ってください。この動画が上がって、多分ね、昨日出てただけなんで、もっと前が発売されてないのか、ちょっと調べよう。午後の紅茶。午後の紅茶ホワイトショコラミルクティー、ショコラミルクティー、さっき作りやさっと、さて1月23日から発売されてますね。はい、期間限定の新発売。ほうほうほう。あ、320ml ですね。はい。価格は基本的に140円で書いてますね。たっけえな。そう、この最初な。そうですね。一応、1月23日が発売されてて、これ何月までやろう。書いてねえな。多分、期間限定だったら多分3月ぐらいまでの発売だと思うんですよ。皆さんよければ買ってみてください。まだ2月始まったばっかりなんでね。そう、まだ発売されて1週間、1週間とちょっと2週間経ってないんでね。多分そこら辺に出回ってると思います。はい。で、一応なんか、本商品はバレンタインイベントなどがあり、チョコレートの消費がピークを迎える2月に向けたホワイトチョコレートフレーバーを使用した冬限定、冬季限定のご褒美ミルクティーです。旬摘みのクオリティシーズン
ウバチャバを10%使用し、爽やかで贅沢な味わいに仕上げましたっていうことですので、はい、美味しかったですので、そう、はい、そう、爽やかで贅沢な味わい、そうですよ、結構爽やかでしたね。なんか、ちょっとお高い感じの、しましたね。あと、午後の紅茶って、なんとなく、こう、飲んだ時に、紅茶するじゃないですか。ふわって、一瞬だけこう、飲んで、紅茶ふわみたいな。あれが結構なかったっすね。普通に、スッと飲める感じの甘さやったんで、なんか飲みやすかったです。はい。なわけで皆さんもよければ買ってみてください。じゃあ終わります。ありがとうございました。